今日も公演前から公演前の準備か準備中配信です。こんにちは。今日はパジャドラです。高架空港ついたよ。だってお今日誕生日です。え、あら、おめでとう。おめでとう。誕生日おめでとう。いつもありがとうね。むけいさんありがとう。ご飯食べてよ。お弁当をちょっと。ジバ、バルト、なんだろう、ジ、アジバルト、ありがとう。いい一年にしましょうな。タタさん、あ、ありがとう。ありがとう。ネットフリーワンピースの3話見てたとこ。ネットフリース、あのね、昨日もそうね、公演終わって帰ってきて、なおさんありがとう。今日はちいかわヘア、ちいかわメイク、よく体力持つね、感心するって、若さって言っとこう若いから何でも大丈夫だって思っていくよ。大好き、アジバルトさん絶対読み方違う、アジバルトさん。私会いに行くことをお許しください。いってらっしゃい。チーカーメイクないね、チーカーメイクってないよね。うどん食べてから、いいね、うどん。ポコンさん、MKさんありがとう。あ、ワンピースは昨日も公園帰ってきてみーちゃんとさえちゃんと見ていたんですが、さえちゃん途中で寝てましたね、あの方。うん、で私とみーちゃんだけ見てたけど、私もいつの間にか寝落ちしてしまっていました。そう、愛知の好きなちいかわとかサンリオのキャラクターが知りたい。ちいかわね、ミーハーではあり、ちいかわ可愛いなって思うけど、そんなグッズとかも全然持ってない。ファンの方に送られてきたものとかは結構あるけど、ちいかわはね、ノーマルちいかわ好きだね。サンリオはポンポンプリンとかキキララとか。週間テスト頑張ったご褒美すぎる、お疲れ、ご褒美だよ。タカピさんありがとう。よく読んでいます、読めてます、アジバルトさん。タークさんありがとう。ちいかわ愛知で行きます。今日愛知いかわで行きます勝手に用語を作るけど、愛知いかわで行きたいと思います。ちいかわメイク、ちいかわメイクはできるのか。今日はあんまり時間がない。ちいかわメイクできちゃうのかしら。頑張るぞ。メイク結構嫌だ、メイクは結構嫌だね。メイク
面倒くさいね。そう、今日はとあるもの、とあるものを見る、とある作品を今日は見ます。ワンピースはちょっと一旦置いとく。ワンピースもね、おもろいね。何話まで見たか覚えてない、寝落ちして分かんないんだよ。今日はさえちゃんとみーちゃんとまた違うものを見るんだけど、寝ないように気をつけます。もうね、毎日会ってるね。毎日さえちゃんとは、みーちゃんもまあ、ほぼ一緒にいること多いんだけど、見たうちに入るの？いや、見直しだね、もう一回。もう一回やり直しだ。途中から見直し。とあるキングダム7回見てきました。もうファンだね、最高だ。次のキングダムが見たい、早く。ひろゆきさん、ありがとう。こんにちは。さえちゃんは毎日います。毎日一緒にいるよ。会える時に会っとかないとね。忙しくて会えないとかなっちゃったらあれだから。自然的にサイちゃんも接種できるというライフハック。そうだよ、サイちゃんファンの方はね、アイリーの SNS をチェックした方がね、露出が多いと思う、多分サイちゃんのドマさん、ありがとう。クマクマクマ、ありがとうね。キングさん、ありがとうございます。チーカーメイクってなんだろう。メメキュルルンってできないんだけど、絶対。その言い方すると、誰が卒業って噂だし。いや、会えなくなるっていうのは、もうお仕事を忙しくなったりさしたら会えないじゃない、あんまり。例えば舞台とかさ、アイリーがもし出た舞台のさ、稽古期間とか全然会えなかったもん、メンバーと。そう、さえちゃんが寂しがってなんかすごいいじけてた。そう、そういう時になったら結構稽古はね、夜遅くまで結構あるから会えないんだよね。そう、だからまあ、そういうのがない時に、会える時に、会える時っていうのは夜とかお家でね、会える時に会う。で、コンサートリハとかも忙しい時はやっぱあんまり自分の覚えなきゃいけないこととかいっぱいあったら会えないから、プライベートでね、家に引きこもってとか自主練しに行ってとかであんま会えないから、そういう時がない。でもね、もうコンサートのね、セトリが来ちゃったから、ナピさんの卒業セトリが来ちゃったから、リハが始まるんで月曜からね。だからもう明日一日で入れます。一日で入れ込む。花ちありがとう。大人っぽ綺麗なお姉さんになってると思うじゃん。上がこんなんです。ちいかわ、
おいちゃん、ありがとう。ポップコーンさん、ありがとう。そう、だからまあ、今日の DMM を見てください。私の髪の毛、髪の毛、なんかちいかわ、ちいかわ流行ってるもんね。コラボしまくってて、ちょっと流行りに乗っかろうってことで、ちいかわです。たーさん、ありがとう。本日はね、流行りに乗る、流行りに乗っかろう、ちいかわ。この髪型で帰るよ多分。なぜかというとさえちゃんに見せるからね。さえちゃんが可愛いって言ってくれたんで。葵ちゃん、ありがとう。さえちゃんに見せる。なんで撮っちゃったのって言われそうだから。みなこちゃん、あ、ありがとう。みなこちゃん、ありがとうね。この間来てくれたしね、本当に。もはや付き合ってるよね。質問箱にも来てたな。愛知とさえちゃんって付き合ってるんですかって来てたな。サイちゃんとはでもそんな、なんかここまで仲良くなれると思ってなかったから、なんかびっくりだよね本当に。なんていうんだろう、市村愛理様のツイッターとインスタをフォローしました。愛してありがとう。フォローありがとう。フォローセンキュー。相思相愛なの？相思相愛なのかどうか。相思相愛だといいな。こんにちは。クロちゃん、ありがとう。葵ちゃん、ありがとう。チーカーショップ整理券並んでいってきた。そうなの？好きなの？あ、そっか。好きなの？大ちゃん、ありがとう。なんかまあ SNS とかには全然、 SNS だけじゃちょっと発信しきれないけど、毎日一緒にいるよね、夜とかも。そう、サイミリーハウスにいる、行くっていうか、いることもあれば、愛理の家にさえちゃん来てくれて、交互って感じ、いつも。そう、毎日ほぼそうだね、そんな毎日。
カラ大好きっ子なの。カラ、カラと少女時代はねめっちゃ流行った。1522ありがとう。結構後ろあたりありがとう。今日もありがとうだ。ピーピーさんありがとう。1522公演よろしくね。楽しもう。髪の毛伸びるの早いな私。もう 0.5 センチぐらい伸びた。チーカーに選挙されてる。置いていいんだ会社のデスクに。いいね、チーカーは可愛いよね。ヤスさんありがとう。チーカーは好きな子多いね。あ、タカムーさんありがとう。ファイト。ダイちゃんありがとう。こんちゃす。大ちゃんありがとう。花火いっぱいありがとう。こんちゃこんちゃ。愛知今日もかめっちゃ可愛いねってありがとう。メイク中です。ただいまメイク中。最近は俺得なのだよどうかお許しくださいませ。さえちゃんファンの方、さえちゃんファンの方のね優しいけど女の子多いからちょっとねお許しくださいという。ヤスさんありがとう。ヤシタンさんコメント忘れるくらい愛知のメイクテクニックを見つめていますメイクテクニック全然ないよ本当に。待ちつけ愛でね、そんなにねメイクね濃くはない。ヤシタンさんありがとう。でも濃くしすぎたらあんまね良くないよね。けばくなっちゃうとちょっと良くないとは思って抑えめにしてる。いつもわりかし。行ってきます。バイト行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってめちゃくちゃ応援してるよ。女の子ファン増えるやん。いやそれが増えんよ。女の子ってわからん。女の子ってわからんよ。五等分の花嫁アニメやるじゃん。え、そうなの？そうなの？普段のメイクの違い難しそう。普段はラメとかあんま使わないね。地引きできるよう祈ってて。祈ってる。きっとアイチーが当たるはずだ。今日はチーカワメイクということで勝手に作りました。キュルルンって感じで根元ラメをのせちゃいます。自己満自己満自己満でしかありません。女の子って分かりません。女の子って分からないよね。女の子って分からない。大ちゃんありがとう。分からないよね。
放映する先行公開し、あ、そうなの、この前までやってた先行公開、え、今日なの、やばいやばい、スペシャル京都練習放送、わ、さえちゃんに録画お願いしようかな、え、TVerとかに見ないかな、録画してないもん、一生ついていきます、ほんとね、マジで信じれるわ、でもその言葉ありがとう、口だけじゃないというのをね、もう分かっております、私、ありがとう、イエスさん、ありがとう、劇場版のやつやばい、見なきゃじゃん、見なきゃだよ、わー、ヒジンも見たいって言ってたんだよね、映画見に行こうとしたんで、ひじりと、でも終わってました、チーン、最悪って思ってたけど、やるんだね、テレビで、こんにちは、え、福岡ではやらないね、アマプラに出るよね絶対、じゃあいいや、アマプラ待とう、じゃあ、コンサート覚えなきゃ、やばいよ、明日お休みなので、ちょっと明日一日でもうギュッと詰め込んで、明後日からのコンサートリハに挑みたいと思います、5日間くらいリハがあるんでね、もう乗り切れない、リハどうしよう、乗り切れるかな、頑張るよ、次のシングル待ってる、話したいからね、会いたい気持ち募らしといて、覚えることがね、来た時は結構心臓がうってなります、頑張る、うん、もうさ、なんて言うんだろう、めっちゃ1週間とかあったらいいんだけど、いつも本当に急いで覚えなきゃいけないから、なんかなんて言うんだろう、不安だよね、覚えられるかなっていう不安に襲われる、そうね、結局ね、リハ始まっちゃったらなんか変更とかがあるから、全然なんか、あ、フリーになっちゃったとかもあんね、たまに、せっかく覚えたのに結局リハ始まってみたらフリー、全部フリー、オールフリーみたいな、
構成になったりしたら覚えた意味ないってなるじゃん。そういうこともやっぱリハ始まってからじゃないとね、分かんないこともあるから、そう最初から言っといてもらえたら嬉しいけど、まあ難しいよね。そうそうだよ、覚え、せっかくもう振りを入れて前日にめっちゃ頑張って徹夜で覚えたけど結局踊らないみたいなこと何度もありました、今まで。その変更が怖いよね、結構リハの時。覚えなくてよかったやんってなって、それが結構辛いね。いろいろあるからさ、変更が。その場で決まったりするとこもあるしさ、リハで決まることもあったり、そう大変だね。休みの日でも気になってしょうがないね。そうなのよ、なんか頭が休まってないと思う、多分。ああやんなきゃなーっていう気持ちがずっとどっかにあるんだよね。もうね、今日と明日しかないんだよ。今日は無理だな、明日一日で入れます。頑張るわ。立ち位置まで覚えるの、そう立ち位置も変わったりするからさ、覚えてもそうなんて言うんだろう、横一列にしようとかなったらまたその番号を覚えなきゃいけないし、本当に変わるって思って、もう変わる前提で結構リハに挑んではいるんですけど、こんにちは。そうそう、自信ない曲が振りになったらそうラッキー、そういう時もあるからね、なんかプラマイゼロだよね。なんかそういう時、そういう時もラッキーっていう時もあるし、ああ最悪だっていう時もあるし、仕方ない、ね、執念もあんのかな。ゆたちさん、あ、ありがとう。執念もあるよね、多分。なんかさ、まとまった休日みたいなのが欲しいなってちょっと思うね。まとまった休日があんまないからさ、いつ休みっていうのもさ、なんか先の予定が分かんないから、なんかどっか遠出行くとかの予定があんま立てれない。旅行とかの予定は絶対立てれないよね。連休が欲しいの、連休が。仕事があるありがたみも分かってはいるんだけども、そう、それじゃあまた、ありがとうね。たまに欲しくなる、メンバーと旅行行きたい。息抜きして、年末年始ね、そうね。でも今年はどうだか分かんないね、まだね。やっぱ
すぐには確定はないからさ、まだ今年も何も言われてないからさ、ちょっとまだ見てよね、そこも。ナイトプール行ってみたいけどね、やっぱめんどくさいな、プール。イベントの時とか温泉とか行けるね。あ、なんやかんや日帰りなんだよね、いつも。次の日仕事だったりして、なんやかんや。だから皆さんがみんなのおかげで頑張れてるってこともありますよ。やっぱみんなが会いに来てくれるとか、私私のために応援してくれる、行動してくれることが何か、それがないとやっていけないね、気持ち的にもね。マサタンさん、ありがとう。メンバーはある意味同じ職業が誰かがシフト入ってたりする。うんうんうん、そうね、そうそうそうなんだよね。ちいかわメイクちょっと後で前髪やって、もうちょっとチーク濃くてもいいかな。なんでもないところで寝たいですね。完全違う。そうなの。なかんと同じや今日。バナナメンさん、ありがとう。ズッキーさん、ありがとう。チーカーポーズとかあるのかな。よし、よし、OK。行ってまいります。お着替えに行ってまいります。ありがとう。今日は公演終わったらちょっととある作品を鑑賞会します。さえちゃんとみーちゃんと、またモバメやったら、モバメやったりチャットの方で教えます。公演頑張ってきます。かまえさん、ホワイトありがとう。毎回楽しみです。浮き輪から顔出すとこ、何しよう今日、今日何しようかな。なんかチーカーのポーズないよね。これはどう、マイク持ってんだよ。でもマイク持っちゃってるからできないよね。
ちゃんありがとう、行ってきます。ランキングマス13位たーくんさん、12位みなこちゃん、11位たーさん、10位 MK さん、9位ポップコーンさん、8位クロちゃんさん、7位ドマさん、6位マサタンさん、5位ヨタチさん、4位タータンさん、3位ヤスさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん、ありがとうございました。ありがとう。じゃあねー、バイバーイ、行ってきます、公園行ってきます。